はい、えー、こんにちは。東北福祉大学の関川です。ただいまから、高齢障害者の車椅子と自立支援、サブタイトルで自立を支える車椅子について考えるの基本編のお話をしたいと思います。えー、第1章では、えー、こちらに示します、はじめに及び加齢に伴う身体機能の変化について話題提供をさせていただきます。それではどうぞよろしくお願いいたします。 まず第1章ではこれからお話をいたします全体の内容について説明をさせていただきたいと思います。本動画は第1章から10章の10部構成になっております。で内容今回解説させていただく内容といたしましてはこちらに示す内容になっております。 まず最初に1番目からです、ね、5番目の部分のところでどちらかというとこう問題提起といいますかこの高齢者の車椅子を考える上でのです、ね、考える上での重要になるバックグラウンドのようなものを最初にお話をさせていただきますここの番番から5番がそこになります。 で今度は具体的に、えー、高齢者の方の車いすというのは一体、えー、どういう要素が必要なのかどういったものを高齢者の方々に提供していく必要があるのか、えー、どうすれば高齢者の方々の生活が良くなるのかということで、えー、少しテクニカルな内容になるんですが、えー、6番目でですね高齢者の車いすに必要な6つの要素 ということをですね、ちょっと細かくですね、細かく六つの要素について説明をしていきます。そして最後にまとめて終わりという形になっております。 で、それぞれの内容がどの章で説明されるかということが、この最後のですね、対象のチャプターということで、ここに書かれておりますので、もしもですね、どこか重点的に確認をしたいといったような、もすでに確認したい項目が決まっている場合には、まあ、それぞれ必要な章をです、ね、見ていただければと思います。 基本的には第1章から第10章まで内容が続くような形になっておりますので可能であればですね1章から順番に見ていただければと思います第1章ではこちらに示します本動画の目的と構成および加齢に伴う身体機能の変化この2点についてお話をさせていただきます。それででは早速ですね 最初の本動画の目的ですがまずはえ高齢者え今回の場合ですと障害をお持ちの方も含みますがこの方々の車いす利用というのが現在非常に増えてきております。 で車いす利用者の多くの方は、えー、短時間車いすを使うというだけではなく日常のほとんどの時間を車いすで過ごされているさらにはそうした方々を支えるです、ね、現場のさまざまな専門職の方々も日々の支援の中で車いすを活用するそういうことがとても増えてきているかと思います。 しかし、実際、現場の中ではで、この車椅子に座ってはいるんですが、姿勢が崩れている、どうしてもなかなか活動ができずに活動の低下、さらにはえ姿勢が崩れている等々の原因で、二次障害等が起きて、結果的に ADL 全般が低下して、介護をする方々の介護量というものもこう増えてきている、そんなような現状があるかと思います。 それではこの,問題この問題を解決するにはどうしたらいいのかと言いますと実はです、ね、姿勢が崩れたり活動量が低下する二次障害、ADL 低下介護療法こうした問題というのは実は体や目的に合わない車いすが使用されているといったことが原因であると考えられます。 したがいまして、この問題を解決するためには、適合した、まあ、適合したというのはどういうことかというのは、後ほどお話をいたしますが、適合した高齢者のための、高齢者のための車椅子です。これもポイントとなりますが、高齢者のための車椅子って一体どういうものなのかということをです、ね、この動画を通して皆様方と共有していきたいと、これが本動画の目的となっております。 さあ、それでは、えー、動画の全体の構成になるわけですが、えー、目的としては高齢者の車椅子について触れてそこから、えー、自立支援につなげていきたいということが1、えー、つ本動画の目的となっています。ということは高齢者の車椅子と自立支援ですので1つ目にそもそも高齢年を取ると一体どのような大変さが生じるのかと。 いいうことを紐解いて次によく「自立」という言葉は使われるんですけれどもそもそも自立って一体何なんですかという自立について考えていて最後にこの2つを踏まえながら3番目で高齢者の車椅子とは一体どういったものなんだろうかということを一緒に考えていきたいと思います。 さあそれでは最初の1、えー、高齢、年を取るとは一体どういうことなのかということを皆さん方と一緒に整理をしていきたいと思います。はいえー、ここでは、ですね年を取ると、えー、どういうことが起きるのかということで加齢に伴う身体機能の変化ということに触れてみたいと思います。 えー、年を取るとです、ね、身体の組織、えー、筋肉であったり骨であったりこういったものは変化しますでそれに伴って生活機能障害にこういう問題深く関わってきてるんですが、えー、中でも中でも筋肉の量というものは加齢に伴い大幅に減少するということがさまざまな研究から分かってきております。 具体的にどのような変化が起きてくるのかこの点について説明をしていいいきたいと思います成人における筋肉の量というのは実は体重の約4割人間の体の大半が筋肉でできております。 でこちらの図はです、ね、横軸に年齢縦軸に筋肉量をとっていて年齢がどんどん上がっていくと筋肉量がどう変わっていくかということを約4000人のデータをもとに示したものでありますで下側の集団が女性のクラスター、まあ、上が男性ということで、まあ、全般的に女性の方が筋肉量が少ないということが分かりますで筋肉量のの変化というのは 実は40歳ぐらいまでは緩やかにこう上昇していてそれ以降こう減少していくと、まあ、りわけこの辺の高齢になるとどんどん減っていくことが分かりますじゃあ実際ですねどこの筋肉が少なくなっていくのかということを分 あの体の部分別に見ていったときに実は体幹胴体の部分の筋肉というのは50歳ごろまでは逆に増加してその後も、まあ、あまり減少しないということが分かってきていますじゃあ上司はどうなんだろう手はどうなんだろうかというと実は手に関しましても減少量というのはほとんどないと、まあ、年を取ってなんか手がこう使えなくなるということはあまり聞いたことないかと思いますが実は上司の筋肉量も少なくならない。 ということはどこが少なくなるのかと言いますと、えー、そうなんですね下肢の筋肉というものが加齢に伴って変化していきますで、実は20歳を過ぎた時点からもう減少はスタートしていって65歳を過ぎたぐらいから大幅にですね、急激に下肢の筋肉量が低下するということが分かってきております したがいまして加齢に伴う身体機能の変化さまざ、あ、まなことが考えられるんですが、まあ、一つ大きなこととして加齢に伴って筋肉量は低下するでその筋肉量の低下というのも実はほとんどが下肢足にあるんだよということがこのデータからわかるかと思います。 そうしますと筋肉量の低下が高齢に伴いアライメントの変化、まあ、横から見た時のこういう姿勢の変化へとつながっていきます。でこののの姿勢の変化が移動能力の低下 えー、すなわち歩行速度が低下します、えー、一般的に若年者と比べて高齢者の方が歩行速度が低いといったことが分かりますがまさにこれが、えー、筋肉量の低下姿勢の変化移動能力の低下といった関係になることがわかるかと思います。